さん両手でストロークを、スネアなどで叩くと、左右の手の音程が違ってくることがよくあります。音程を揃えるコツがあれば教わりたいです。スネアってやっぱ叩く場所によって音がやっぱ若干変わるというか、まあ言ったらそのチューニングの具合で、こっちの方がこうテンションが高くてこっちがちょっと低いみたいなことが起こると、まあちょっとこう叩いてる音色が変わってくるので、なので大体のイメージなんですけど、まあこうスネアがあったとしたら、まあこの中心で、中心からちょっと離れたところで結構な外側のなんかこのポイントを狙ってもらうと音が安定してくるのかなと思いますかね。だからど真ん中で、ど真ん中というか、まあ割とこう中心の方に合わせてこう叩くところと、中心からちょっと離したところで、でさらに離したところ、でこれが例えば左手1番右手3番とかになっちゃったりすると音が結構変わるんですね。ドゥタドゥタドゥタみたいな感じになるので、できるだけなんかこの何やろポジションを意識してもらってもいいかもしれないですね。この感じを、意識して狙ってみてもらうと、音が安定してくるのかなと思いますかね。